イッチには、目の上のタンコブのような存在の兄がいた。イッチが幼い頃にイッチの父は亡くなっているのだが、その生命保険金と慰謝料を、兄が母からうまいこと引き出すのだ。性格もまさに傍若無人で、そんな兄とは、当然関係も良くなく困った存在だった。そんなある時、母に病気が見つかり、兄は病人の面倒は見ない、と出ていく。その後連絡もつかなくなったが、母の葬儀に兄は来た。そこで兄が起こした事件とは。母の財産を食い潰した兄。母の葬儀の場で兄に待っていた末路。母が亡くなった葬儀の場で、兄が暴言を吐き自滅した。これで私も誘引が下がり、ようやく自分の人生を歩むことができている。あるあるだよね。兄弟がろくでなし。葬儀で暴言って、個人がかわいそう。自滅。わくてか。私は28歳で会社員をしている。これまで実家から出ずに、ずっと母と二人で暮らしてきた。3歳上に兄がおり、この兄が厄介な人だった。我が家は、父を早くに亡くしている。私が小学生高学年の頃に、交通事故で亡くなってしまったのだ。それは家を建てて、まだ10年も経っていない頃の話だった。交通事故は、本当に突然のことで、営業職をしていた父は、外回りの営業をしている時に、信号無視の車にはねられてしまった。連絡を受けた私たちが病院に到着するも、すでに父は亡くなっており、ただただ泣き崩れるしかなかった。母は私と兄を抱えて、相当途方に暮れたと思う。私たち子供の前では気丈に振る舞ってくれたが、夜にトイレに起きた時に、こっそりと母が泣いているのを見たことがある。お母さん大丈夫？と、私が思わず声をかけると、母はハッとした顔をして。ごめんね、心配かけちゃったね。トイレに起きたの？一緒に行こうか？と、慌てて涙を拭って、抱きしめてくれたのだった。それ以降母がこっそり泣いている姿は見ていないが、父の代わりも担った母は相当気を張っていたはずだ。父が突然いなくなって不安だったのは、私たちだけではなく母も同じのはず。それなのに、私たちには心配をかけまいと、とても明るく振る舞ってくれていた。幸い家は単身で支払いはなくなったが、子供を母一人で育てるには、いくらお金はあっても足りないくらいだっただろう。母はしばらく自宅で私たちのことを、手厚くケアしてくれていたが、父の交通事故の後処理などが終わり、身辺が落ち着いてから、働きに出ていた。母には弟が一人いるのだが、おじは何かと私たちのことを気にしてくれて、遊びに連れて行ってくれたりした。母がワンオペで大変なのを、心配していたに違いない。他にも、世話焼きおばさんが、夕飯を届けてくれたり、お菓子をくれたり、隣近所に同年代の友達のいる家庭も多かったから、気遣ってくれる大人が多く、家族だけで孤独感を感じることが少なかったのは、不幸中の幸いだったと思う。お母さん、ご近所付き合いちゃんとしてたんだね。世話焼きおばさん言うのう。周りに気遣ってくれる人がいるだけで、救われること多いよね。そんな中、兄が高校に進学するあたりで、母に反抗するようになり、家庭内の雰囲気が怪しくなってきた。どうやら兄は、お金のかかる私学に進学したかったらしいが、母が反対したようなのだ。母は大学にも進学させたかったらしく、高校から私学には行かせられない。と、言ったらしい。すると、誰から吹き込まれたのかわからないが、兄は、父さんの生命保険も慰謝料もあるのに、ケチくさい。と、暴言を吐いたそうだ。冷静に考えればわかることだと思うが、我が家には進学がこれからの私もいたし、兄にばかり潤沢にお金を使っていたら、私の進学先にも影響が出る。そのことを母は考えて、兄の意見に反対したのだが、兄には母の意図は伝わっていなかったようだった。むしろ、母がお金を惜しんで、出し渋っているようにしか、見えていなかったらしい。当時我が家の家庭事情は、クラスメイトなどにも知られていたし、もしかしたらその関係者の中に、口さがない人がいて、兄に、お金のことを、吹き込んだ大人が存在したのかもしれない。今となっては、どうして兄がそんなことを言ったのかわからないが、そこから、兄はだんだんと、金の亡者に変わっていった。友人と遊ぶお金を無心するも、少しでも足りないと感じると、金出し渋ってるんじゃねえぞ。と、口に出すようになっていった。結局兄は、自宅から通える範囲の公立高校へ進学し、大学は私学へ行き、大学へ進学と同時に一人暮らしをしたがり、母も了承したため、父として実家を出て行ったのだった。そこから、兄のお金の無心は始まった。毎月仕送りはしてもらっているはずの兄だったが、仕送りを月の初めに早々に使い切ると、実家にお金をせびりにやってくるのだ。
しかも夕飯も食べに頻繁にやってくる。友人と飲み会をするときはやってこないし、来るときも連絡もよこさないから。迷惑極まりなかった。これでは、一人暮らしをしている意味がないではないか。そして、私は、遊ぶお金は自力で調達すべきと考えていたから。兄に自分でアルバイトをして、お金を稼げと忠告していたが、喧嘩になることが多かった。お前だって、働きもせず、実家で毎日いいもん食べてるんだろ？偉そうに言ったって、俺は知ってるんだからな。お前だけ小遣いもらってるなんて、ずるいだろう。何を知ってるっていうのよ？お兄ちゃんこそ、毎月仕送りもらってるじゃないの。私は必要以上にお小遣いもらってないし、お小遣いの範囲内でしか、遊んでないよ。お兄ちゃんみたいに、お金がなくなったらもらうなんてしてないし。と、言い合いをしていると、困った様子の母が。お兄ちゃん、言われた金額は渡せないけど、今月はもうこれだけで我慢してくれる？と、なんだかんだとお金を渡してしまうのだった。そんな甘い態度の母にも、厳しくしないと兄のためにならない。と、再三再四にわたって話していたが。でも、うちはお父さんもいないし、やっぱり男の子のことは、私にはわからないから。と、弱気な返事が返ってくるだけだった。母からは、私の進学費用はしっかり残してあるから、どんな大学を選んでも大丈夫だ。と、聞いていたが、兄の様子を見ていた私は、勉強を頑張って大学は国公立大に合格。母の老後のためにも少しでもお金が残せるように、努力した。偉いなぁ。そんな娘が欲しかった。それに引き換え、ボンクラ兄貴。そして兄は就職し、実家に帰ってきたのだった。子供の巣立ちは、一般的に就職を機に、実家から出ていくケースがほとんどだと思っていたが、兄の場合は逆だった。なぜならば、大学生活を過ごしたマンションの部屋が、掃除もろくにできておらず、目も当てられない惨状だったからだ。学生専用のマンションを引き払うにあたり、様子を見に行った母が、珍しく怒って帰ってきて、実家で鍵を叩き込むところから、始めなければならないなんて、と、嘆いていたのが印象的だった。就職するにあたって、単身者用のマンションを契約する寸前だったが、急遽取り消しされて兄は憤慨していたが、その様子を見た母に雷を落とされて、途端にしょんぼりしていたのには、笑うしかなかった。そこから、再び親子三人の暮らしが始まったのだった。就職してからの兄は、お金を稼ぐ大変さが身に染みたのか、一見落ち着いたように見えた。お金の無心もしなくなったし、真面目に働いている様子だったが、それは一人暮らしをするために、猫をかぶっているに過ぎないことが、後々わかるのだった。一年ほど実家で家事を一通り学び、兄は母からゴーサインをもらうと、再び大喜びで、自分好みのマンションを見つけてきた。そこは流行りのデザイナーズマンションで、敷金も礼金も高く、兄の貯金から出せるのか、私は心配になっていたが、なんと兄は、母にうまく甘えて、選別として引っ越し費用の大半を、せしめることに成功していたのだ。私は開いた口が塞がらなかった。あれだけ母には兄にホイホイお金を渡さないよう、言っていたのに。ごめんね、イッチ。これが最後だから。お兄ちゃんの門出をお祝いしてあげたいの。と、母は言う。私の話をおとなしく聞いて。そうよね、イッチの言う通りよ。と、塩らしくしていたのは、一体何だったのか。思わずめまいがしたが、もはやこれは一生治らない病なのかもしれない。兄も、いつか家族を持った時に、親としての立場から、母への態度を反省する日が、来ることを期待するしかない。と、うなだれるしかなかった。手のいい ATM 扱いじゃん。お母さん早く気づいて、一致の苦労が伺い知れるよ。その後の兄は、徐々に以前のような調子の良さを取り戻し、一時は収まっていたお金の無心も復活。就職して様々な人と接するようになったせいか、無心の仕方も巧妙になっていった。しっかり給料ももらっているはずなのに、何に使っているのか。週に一度は、母さんの顔を見に来たよ。と、実家へ来て、お小遣いをもらって帰る。そんな生活が定番化していった。兄の身なりは見るからに派手になり、ブランド物も増えた。どうやらギャンブルにも手を出し始めたようで、今日はパチスロで負けちゃったんだよ。と、景品を手土産に、実家に来ることもあった。私はそんな兄の様子を苦々しく見ていて、お兄ちゃん、そんなブランド品買えるんだったら、お母さんにも買ってあげなよ。どれだけお小遣いもらってるのよ。うるさいな、お前はまだ社会人じゃないから。社会人の苦労なんてわからないだろ。と、再びことあるごとに喧嘩するようになってしまった。
兄の顔を見るのも嫌だったから、兄が来る日は出かけるようにしていたが、そうすると母が、お兄ちゃん、今日帰ってくるって連絡あったわよ。家族みんなでご飯食べられないかしら?と、寂しそうに言うもんだから、いやいやながらも同席するも。結局兄弟喧嘩に発展してしまい、いいことは一つもなかった。そのうち、兄は、俺、会社の先輩から、一緒に起業しないかって誘われてるんだ。もしも、起業するとなったら、母さん出資してくれないか?と、怪しい話を持ってくるようになった。そればかりは、私は断固反対し、起業するのならば、自力で資金を作るべき。と、兄にくしゃりと言うと、過去にないくらいの大喧嘩になったのだった。お前に話してないだろう。母さんに俺は話しているんだ。うるさいわよ、今まで母さんが兄さんに、どれだけお金を渡してきたと思ってるの。母さんの老後資金とか考えてるの。自分勝手がすぎるわよ。と、お互いに一歩も引かない膠着状態に。肝心の母は、私たちの剣幕に押されたのか、おろおろしていたが。お兄ちゃんも、起業するなら、ちゃんと事業計画とか確認するのよ。出資はそれからでも遅くないでしょう?と、兄をなだめてその場をなんとか収めようとしていた。それからは、兄と私の溝は決定的なものとなり、兄が実家に来るときは、私は必ず外出するようになった。母も、何も言わなかった。そして私も就職をし、働き出した。一人暮らしをしたい気持ちもあったけれど、母を一人にすると、兄に実家を乗っ取られそうな気がして、しばらく実家にいることにした。相変わらず、兄は母からお金の無心は続けていたようだが、母は、そろそろお兄ちゃんも、しっかり自立してもらわないとね。お小遣いも、あげる頻度を減らしてるのよ。と、ようやく言い始めた。実際に、兄の訪問の頻度も減っており、母もやっと目覚めたか。と、私は少しだけ安堵したのだった。そして私が働き出して3年が経った頃、母が珍しく、今日お兄ちゃんが来るんだけど、一致も一緒に食事しましょう。と、言ってきた。兄に会うのは嫌だったが、母から言われるのは珍しいことだったから、しぶしぶ了承した。それが、衝撃の展開を迎えるとは、梅雨ほどにも思っていなかったのだった。一致の母さんの甘さが腹立つ。一致にもお金あげてよ。何年かネズルやってたんだ。その日の夕飯は、煮込みハンバーグだった。小さい頃に、私も兄も大好物で、母が給料日によく作ってくれていたものだった。懐かしいな、と思いながら美味しく食べていると。なあ、母さん。実は今月厳しくて。今付き合ってる女の子が、お高いフレンチとかで、食事するのが好きな子で。と、兄のお金の無心が始まった。うんざりしながら兄の話を聞いていると。ごめんね、お兄ちゃん。お母さん、もうお金なくなっちゃったの。これ以上、あなたにお小遣いあげられなくなっちゃった。と、母が爆弾発言をしたのだった。は?どういうこと?どういうことも何も、もうお金あげられないのよ。お母さんね、病気が見つかっちゃって。進行性の癌だって。お母さんの治療にお金を使わせてね。お願い。え、癌?どういうことなのお母さん。一致にも黙っててごめんね。この前病院で宣告を受けてね。ここ何年か、何もしてないのに痩せるし、ここ何ヶ月かは、体力も落ちてて。歳だからかな?って思ってたんだけど、そうじゃなかったみたい。そんな。と、力なく笑う母に、私は言葉を失った。まだ母は、52歳という若さである。私が一人混乱していると。おいふざけんなよ。俺に金を渡したくないから、嘘ついてるだけだろ。もしもガンだとしたら、俺は病人の面倒を見るなんてごめんだからな。一致、お前が全部面倒見ろよ。金のない奴には用はないんだよ。と、兄が急に激高し始めた。なんてことを言うのよ。お母さんに散々世話になっておいて。うるせえ。お前もキャンキャン余計なことばっかり。優等生ぶってムカつくんだよ。もう俺はこの家には用はない。金輪際連絡なんてするな。と、兄は言うだけ言うと、実家を出て行ってしまった。そして兄とは、そこから連絡がつかなくなったのだった。正確には、携帯の番号も変わっておらず、LINE も繋がっていたが、いくら連絡をしても、返事が来ないのだ。母の病状について連絡をしても、何の返事もアクションもない。あんなにお金の無心をして、母から散々支援してもらっていたにもかかわらず、なんと冷酷なことだろうか。あんまりにも連絡がつかなさすぎて、兄の自宅にも行ったのだが、いつの間にか引っ越していたようで、知らない人が住んでいた。
あまりの仕打ちに、私は母にバレないようにこっそり泣いたが、母は、今まで散々甘やかしちゃったから、仕方のないことかもしれないわね。と、笑っていた。それが余計に悲しくて、やるせなくて、兄への憤りがたまるだけだった。私は会社に事情を話し、なるべく在宅で仕事ができるように、取り計らってもらい、母の看病にも時間が許す限り付き添った。母は、私に対して、いっち、ごめんね、こんな母親でごめんね。と、ずっと謝っていたが、その度に、謝るなら長生きしてよ。私の子供を抱っこしてよね。と、から元気で返事するしかなかった。そして、一年ほどの闘病の末、母は天国へ旅立ったのだった。余命よりも随分と頑張ってくれて、私は母に感謝しかなかった。一致の兄の人手なしどかねえな。ほんと、逆にすがすがしいくらいの人手なし。一致に遺産が全部渡るようにしていてほしいわ。そして、事件が起こったのは、母の葬儀の場だった。兄には、母が亡くなった直後から、怒涛の留守電を入れて、LINE で母の訃報を何度も連絡し、SMS でもメッセージを送りまくった。それでも、兄からは何の返事もなかった。兄がいないならば、もしは私がするしかない。もしとしての葬儀の取り仕切りなどで、その後は忙しくなってしまい、兄のことはすっかり頭から抜けていた。通夜を終えて、告別式を取り行っている時に、それは起こった。なんと、兄が告別式に参列していたのだ。それに気づいたのは、母の棺に誰かが覆いかぶさり、号泣しているのを見つけた時だった。覆いかぶさっていたのは兄で、事情を知らない親戚が、号泣している兄の肩を抱いて、撫でている。ああ、母さん、こんな姿になって。ごめんよ、ごめんよ。一致が合わせてくれなかったんだ、親不孝者でごめんよ。と、兄はこの世のものと思えないくらい、泣いている。私はその姿を見ると、すぐに兄だと気づいた。そして嘆いている内容を理解すると、怒りでいっぱいになった。今更のこのこと出てきて、言うにことを書いてなんてことを言ってるの。親不孝者はお兄ちゃんだけよ。一度もお母さんに会いに来なかったくせに。なんてひどいことを言うんだ、エッチ。俺が母さんの病状を聞いても、一つも返事をくれなかったじゃないか。遺産を独り占めするつもりなんだろう。と、言い合いをしていると、参列者が、遠巻きにひそひそと様子を見ているのがわかった。母との最後のお別れの場で、こんなトラブルを引き起こすなんて。最後まで人手なしな兄だ、と憤っていると、横からおじが現れたのだった。二人に、姉さんからメッセージを預かってるんだ。いい機会だ、ここで見てみるかい？え？お母さんからのメッセージ？うん。一致が仕事でいない時にね、もしもの時のために撮ってほしい。って、こっそり姉さんに頼まれたんだ。見せて、おじさん。と、おじにねだると、おじはすぐにスマホの動画を再生してくれた。そこには、ありし日の母の姿が映し出された。まだ意識が朦朧としていない、痩せた母だった。その動画を見た瞬間、私の涙腺は崩壊した。そんな様子の私をよそに、動画は再生されている。いっち、ずっと私のそばにいてくれて、ありがとうね。いつも心配してくれて、ありがとう。あなたが娘でよかったわ。本当に感謝してる。あなたの子供を抱っこできなかったのは、残念だけども。天国から見守ってるからね。あなたは頑張りすぎる子だから、息抜きをちゃんとするのよ。今まで本当にありがとう。お兄ちゃん、もうお母さんにはお金はありません。実家も、もう売ってしまって、私の所有物ではなくなりました。頼りにならない母親でごめんね。最後にちょっとでいいから、会いたかったな。これからは、自分の稼ぎで、立派に自立して生きていくのよ。頑張ってね。天国から応援してるからね。ふう、たくさん喋ったから、疲れちゃった。二人とも、私の子供として生まれてきてくれて、ありがとう。愛してるよ。と、ここで動画は終わった。会場は、シーン。と、水を打ったように静まり返っていて、私のすすり泣く声だけが、響いていた。私は母の動画で胸がいっぱいになってしまい、実家を売った話が耳に入っておらず、ただひたすら泣いていた。だが、兄は目を見開き、実家が、母さんのものじゃない。と、つぶやき、そんなはずないだろ、あの家を売れば金になるのに。母さんが売るわけないだろう。俺の分の遺産はどうなるんだ。と、騒ぎ出した。すると、もうやめないか。と、おじが一喝した。お前のやってきたことは、お前の母さんから全部聞いてるんだよ。いつまでも甘えるのはやめにしろ。
実家も、もうお前の母さんのものじゃないんだ。お前に渡る遺産は一つもないんだよ。と、おじは驚くことを言い出した。おじ曰く、母は生命保険も慰謝料も、私と兄を育てるために、すべて使ってしまったらしく、自分の治療費も捻出できない状態だったらしい。そこで、おじに家を買ってもらい、お金を作ったということだった。兄は、その話を聞いて呆然としている。そしておじは、兄ちゃん、俺の会社で働きなよ。兄ちゃん、今仕事してないんでしょ?と、兄に話しかけた。私は驚いて、え、今無職なの?と、兄に詰め寄ると、いや、違うんだ、先輩と起業しようってなって。お前に言われた通りに貯金して、それを先輩に渡して、いよいよ働くぞ、ってなったところで。でも先輩と連絡がつかなくなってるけど。だからおじさんに、ちょっとお金もらおうって思って。それに相続あるだろ?いくらなんでも、遺産が何もないなんてことないだろう。俺とお前で半分ずつだもんな、後で話し合おう。と、しどろもどろに兄は弁解する。どうやら兄は、先輩に騙されてお金も持っていかれ、会社も辞めて困っていたところ。密かにおじに連絡を取って、お金の無心をしようと計画していたらしい。お母さんのメッセージ、ちゃんと聞いてた。本当に信じられない。この後に及んでまた人にお金をせびるなんて。もうこんな兄とは今日限りで兄弟の縁を切るわ。何を偉そうに。お前に俺の何がわかるんだ。いつもいつも偉そうに、上から目線で俺に説教しやがって。お前の方こそいい加減にしろよ。遺産を独り占めしようったって、そうはいかないからな。と、兄はしつこく遺産に固執している。すると、おじが兄の方をスパン、と叩いた。だから遺産なんてものはないんだ。お前が全部食いつぶしたんだよ。お前にできることは、ただ真面目に働くことだけだ。と、畳みかける。兄は、嘘だろ。遺産が。と、叩かれた方を手で触りながら、つぶやいていた。一致の兄貴、ほんと期待を裏切らないな。兄の最後は身ぐるみ剥がされて、一からやり直しか。一致お疲れ。その後なんとか葬儀をすべて終わらせて、遺産について通帳などもすべて紹介すると、葬儀代を捻出できるくらいの、お金しか残っていないことが分かった。兄はそれを見て、ようやく現実を受け入れたようで、素直におじの会社で働くことになったようだった。おじは介護施設を経営していて、俺の会社で真面目に働くことができたら、ひん曲がった根性も治るだろう。と、笑っていた。私はおじの行為で、その後も実家に住んでもいいと言われたので、そのまま実家で暮らしている。そしてこれは、兄には秘密なのだが、母は私を受け取り人にした生命保険を、こっそりかけてくれていた。そんなに多くはない金額だったが、ありがたく受け取ることにした。おじからも、ゆくゆくは実家の名義を私に変更してほしい。と、母からの遺言があったそうで、今まで兄に散々お金を使ってきた母の、せめてもの気持ちだと思い、受け入れた。兄とはたもとを分かつ結果になってしまったが、兄が心を入れ替えて、真面目に生きるようになったら、また会えたらいいなと思っている。自分勝手な兄は、自らの行いによって転落していきました。母に寄り添い、最後までそばにいた一致は、最後に母からの贈り物をもらいました。あなたの兄弟が、一致の兄のような人だったら、あなただったらどうしますか?コメント欄にて教えてくださいね。なお、生命保険金は、受け取り人固有の財産として扱われるため、遺産の分割には関係はないとのことです。今回も、最後までご覧いただき、ありがとうございました。